かったんだけど、なんか全身痛そうですね。あ、そうなんですよ。逆に超いっぱいありすぎちゃうんですよ。はい、はい、ザクリーの人、20年前から、もともと格闘技、ボクシングやってまして、ボクシングのなんかチャンピオンなんですよね。あ、日本の3階級で、あ、日本の3階級すごいですね。はい、で、K-1 行きまして、で、それから、まあ、ボクシング指導とかの子供たちに自分の反面教師として夢を語る仕事になるんですよ。あ、いいですね。サッカー協会が言われてる、はい、で、そこで、まあ、話してるて、いい仕事ですね。あれは、そうですね、はい、で、それを言いますと、その20年前から、右の肩、はい、なるほど、20年前から、はい、はい、腰、腰も20年前から、はい、はい、で両膝、はい、で10年ほど前から、はい、めまい、はい、はい、そして5年ほど前から左脚下筋、脚下筋、はい、はい、で左右の手首、はい、でここ3ヶ月ぐらい前に、なぜか急にぎっくり腰はしょってやるんですよ、はい、でその後大臀筋が痛くなって、で歩くのもなんかしんどくなっちゃって、それが最近、最近です、3ヶ月前です。3ヶ月前で、そこでいろいろテニスボールとかやって、なんとか歩けるようになったんですけど、はい、結構重症ですね。そうですね、うん、レッドゲットが格闘技やってるのになんでこんな綺麗なのって言われましたし、首も綺麗です。あ、問題なさそう。はい、問題ないです。はい、でもなんで痛いっていう診断でした。だからもう最終的には気のせいじゃないか。気のせいって言われたんですね。で、自分も、まあ、結構そういうのもあると思って、はい、まあ、無視してやってたんですけど、そしたらもう向けな、首が痛い時も向けなくなっちゃったし、はい、で腰が痛くなると、もうこうなってる時点で腰がすぐ痛くなってくるんですよ。はい、で気合でやってたら、もうすぐぎっくり腰になっちゃうんで、だからもう気合の問題じゃないなと。わかりました。ぎっくり腰に関して言うと、はい、左右のアキレス腱のテンションが差が激しくなった時にぎっくり腰にもちろん病気になるんですよ。だからそうなんです。だからもう左右のテンションが違いすぎると、なんかちょっとした動作でぎっくり腰になっちゃったりするんですよね。そういうことはお医者さんは知らないじゃないですか。だからそういうお医者さんとは別のところで見ていこうと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあお辞儀してもらっていいですか。はい、これ腰大丈夫ですか。腰は、腰は大丈夫なんですけど、ここがもう引っ張られる感じじゃないかな。なるほど。朝はできないです。朝お辞儀はできないですね。朝気にせずやっちゃうと、はい、横になってます。はい、後ろ反ってもらっていいですか。これは無理なんですね。これはでも昔と比べて可動域が狭い、狭いし、okay、この時点でもめまいしちゃってます。あ、めまいしてます、はい、はい、じゃあこっちに倒していて、はい、これはこっち、こう来ます、ね、今日ですね、はい、反対お願いします。よし、小田さん、はい、行きます。失礼、前はここが痛い、いいね、ね、こっちは大丈夫、おお、で、ここが痛い、ね、こっちは大丈夫でしょ、はい、今そうと思ってた、はい、うん、で、水落ちはここが痛い、はい、こっちは柔らかい、でここが痛い。さあ、やってここでお願いします。楽にして。こっから。水というか、うん、まあ、なんかこう。こうすると分かるんですけども、こっちはまあそんなにでもないですけど、こっちめちゃ上がっちゃってるの分かります。こうなってますね。いや、分かります。分かりますよね。感覚で分かります。感覚で分かりますね。はい、肘を伸ばしてみて。で、耳に近づけ。こうすると椅子はここでも、こうするとほらスカッね、合わないじゃないですか。なのでこういう差が腰の痛みであり、背中の痛みだったりとかすることが多いですよね。こういうのをね、直していけばいろいろ変わってくるはずなんですよ。はい、じゃあ両膝曲げて、はい、お尻を動かす。これ腰はどうですか。これは大丈夫です。これ大丈夫、はい、OK、 下ろして、丸まります。硬いですね、ちょっとね。硬いですね。はい、これはどうかだけど、痛い。股関節、うん、こっちは硬い。じゃあ、痛くはないですけど、なんかでも。硬さは分かります、はい、はい、こっち倒してみて。これはきます。きますね。はい、反対お願いします。こっちはそうでもない。そうでもない。OK、はい。よし。じゃあ、今からですね、体を整えていきますので。もしかしたら、
はい、両膝曲げて。はい、丸まります。軽いでしょ。はい、戻します。はい、さっき硬かったこれ。痛くなくなった。はい。あ、前がね。オッケー。こっちは。いいでしょ。あ、全然違う。はい、足を伸ばしてお手でここ、さっき肩が左右違ったじゃないですか、これがどう変わっているか見ていきます。ほら、もう間もなく違うんですよ。そうですね。ほら、こう、はい、両肘も伸ばして、はい、耳に寄せて、あ、まだだな、うん、まだもうちょい、よし、これでかなり手の方が楽になってると思うんですよ。ほら、ほら、こう、はい、肘を伸ばしてみて、耳伸ばしてみて、そう、近づきます。だいぶそっちでしょ。はい、よし、OK。じゃあ、これで一回起きていただいて、はい、もう一回チェックしてください。はい。その3号さ、俺は全部払えるさ。さあ、お辞儀して。いいですね。あ、下に手がつきましたね。あ、そうですね。はい、あ、いいですね。こんなんしてつくなんてすごい。僕もできない。はい、後ろ行って。もう今後ろ。あ、ね、あの、真後ろ。はい。年上だから。あ、真後ろ。あ、真後ろですね。助手席も回転してますね。だいぶ回ってますよ。そうですね。顔の視界が変わってますね。はい、右側大丈夫で、横も大丈夫ですね。さあ、ここ以外の横だけですかね、腰の。あ、そこはまだあります。OK、OK。さあ、そこで今聞きたいのは、めまいはどうですか。してなかったですね。してなかったでしょ、はい、そうなんですよ。だからね、こういうところの緊張が脳に影響を与えるってことなんですよ。あれ、そうですよね。そうそう、ね、だからさっきはこれやったらなんかちょっとね、めまいって言ってたじゃないですか、はい、だからもしかしたらあのこういうところの問題ではなくて、むしろこういうところの緊張がそれを作ってた可能性があるってことですよ。よくあることなんです。めまいか言ってもうさっき投げられた。めまいかってことなんですね。だってもう確実にめまいしてると、気のせいじゃなくていろんなこう調べて、はい、やったんですけど、確実にめまいしてるんですけど、すみませんって言われちゃったんですよ。あ、病院の先生に、わかりませんと、はい、だからもう直せませんっては言えませんけど正直な先生ですね。前田さんがあのチャンピオンだった頃って何年ぐらい前なんですか。ボクシングはもう20年ぐらい前ですよ。20年前で、K-1 出たのが2008年なんで、もう12年、13年前ですね。すごいですね。昔の話です。いやすごい。うつ伏せでお願いしますね、はい、息を吸って、はい、吐いて、さあ、今度は、ね、上向きです、はい、ありがとうございました。あ、軽いですね。ね、手首を、はい、調整したわけじゃないのにあのこっち痛くなくなるじゃないですか、はい、ということは、ここの問題じゃなくて、はい、もう一回動かしてみて。手首は全然違う。違いますよね、はい、はい、さあ、そして軽いですね。いいでしょ。軽いですね。軽いでしょ。軽いですね。軽いですよ、はい、そう。さあ、今度膝なんですが、はい、ちょっと一回立ってもらっていいですか、はい、この上です。ここに、うん、はい、もうちょっとこの辺でお願いします、はい、で、じゃあ向こう向いてください、はい、かかとついたまましゃがみますか、無理なくね、
これは大丈夫、はい、ここまでですね、ギリギリ膝痛い、はい、膝痛くない、今痛くないですね、はい、あ、オッケーオッケー、あ、いいですね、いいですね、はい、あ、オッケーオッケー、あ、一回立って、はい、うん、こう階段とか急にパッとやると鼻が外れそうになるよ、ね、今のしゃがみ具合と僕はこうしているときはもっとしゃがみやすいと思う、はい、やってみて、うん、そうですね、柔らかいでしょ、はい、はい、戻して、うん、僕がこうしてあげるだけでおそらくもっとね、はい、深く座れると思います、はい、はい、ほら、はい、全然違うでしょ、はい、いろいろ変わってくるってことなんですよ、はい、ね、はい、戻して OK、 これでもう一回立ってみてください、はい、で、もう一回お辞儀してもらっていいですか、あ、全然楽です、いいでしょ、あの、この針がこんなないっす、え、あ、手がね、床にね、ついたわけないっす、ないっすね、はい、後ろお願いします、はい、あ、行きます、行きますね、あ、もう無理 なされないですね、あ、すごい、はい、出前があんまりしないので、ええ、これはある意味怖いですね、なんで、いや、今までしてたんで、いや、これが正常ですから、はい、ね、大丈夫です、それで、はい、横も大丈夫ですね、そうですね、この血だけは なんとなくあるんですけど、おお、はい、おお、でも始めるよりは全然楽です、ね、楽だったです、はい、はい、うん、はい、肘の、あ、膝の上はどうですか、あ、膝軽いですか、いいでしょ、軽いですね、はい、つまり、はい、あれを意識していただくと、あ、そうですね、そう、これをこうやって仕上げちゃいます、はい、息を吸って、はい、よし、OK、はい、じゃあ両膝曲げて、はい、お尻を動かしてみて、あ、軽いです、軽いですね、はい、OK、はい、下ろして、はい、丸まります、いいですね、いい、あ、これは、あ、違いますね、いいですね、はい、はい、そしてこっち倒す、あ、いい、なんか壁が取れた感じします、ね、はい、これは多分ね、もう痛み戻ってこないと思うんで、はい、ありがとうございました、はい、ああ、よかったですよ、よかった、ありがとうございます、はい、はい、あの、楽しい人生でお願いします、爽やかな人生、爽やかな人生、先生は僕 SNS やってますけど、写真集、お願いします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 、いやもう去年からずっともう YouTube 見て、本当ですか、いや、スペイン行ってるとこ行ってるって言ってた、ただ、大山君が一緒に写真撮ってて、なんでってなって、仲良しなんですよ、あ、そうなんですか、はい、さすがなんかすごいなと思って、あ、いいですね、ありがとうございます、ありがとうございます、いやよかったです、ありがとうございます、すみません、あの、また、急に、はい、爽やかに、あの、はい、あの講演会とか、続けてみてください。はい、はい。